柳沢祐一は、長野県松本市出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は、ベースボールチャレンジリーグのシナのグランセローズで監督を、務める。松小学園高等学校では1989年、春季北新越大会決勝に進出するが、清涼高等学校に敗れる。同年夏は、県予選で敗退し、甲子園には出場できなかった。卒業後は、 明治大学に進学。東京6大学野球リーグでは、佐々木義武とバッテリーを組み、1992年、春季リーグで優勝。同年の日米大学野球選手権、大会日本代表に選出される。リーグ通算55試合出場、198打数、60安打、打率。303、7本類打、30打点。ベストナイン3回。 同期に鳥越雄介がいる。強剣で鳴らし、3年春のリーグ戦で1試合3、本塁打を記録した実績も買われて、1993年のドラフト2で読売ジャイアンツに入団。即戦力保守として期待され、1997年には村田真一らと定位置を争い、41試合に先発マスクをかぶる。しかし打撃が伸び悩んだことや、 家庭のトラブルもあり1999年シーズン中に伊藤隆秀との交換トレードでオリックスブルーウェーブへ移籍。2001年には巨人時代のチームメイトだった吉原康介との交換トレードで中日ドラゴンズへ移籍した。移籍してから最初の2年間は出場機会は少なかった。2003年は野口茂げが先発の時に先発マスクを被る。 機会が多かった。2004年は2番手星として谷繁元信の,の小障時の穴を埋め、スーパーサブとして高い評価を受けた。大巨人戦でタイムリーを放ち、ヒーローインタビューで僕はジャイアンツを出された人間ですから、なんとか今日まで活躍できたことが、すごい、嬉しかったです。と涙を浮かべながら言った。 投手の調子を見抜く能力を高く評価され、中日で2番手保守になるまでオリックス、中日ではブルペンを固める裏方として、2002年までは、半ばコーチのような存在で推移していた。年間で、最も、ヒットを打ったシーズンは1997年の26本で、あるが、打点は0であった。通算打点0のまま巨人を去り、オリックスでは打点どころかヒットも1本も打てずに、 中日に移籍した。その後、中日で2番手保守の座を固めていくうちに、プロ入り初本類打初打点を記録した。2005年オフの契約公開で、もう、スーパーサブではないと言われ大元宝再び激しい競争へ。さらに、追い打ちをかけるように、野口刺激が巨人に FA 移籍した代わりに保証によって獲得した。 小田公平が2番手保守争いに参戦したことにより、2006年シーズンは1軍での出場機会が例試合となり、戦力外通告を受け対談。2007年2月、福岡ソフトバンクホークスの春季キャンプにテスト生として参加したが、不合格に終わった。一郎のマネージメント会社に入って、サポート役をする傍ら元中日保守の新宅博士が、 取材するドラゴンズ OB 少年野球教室の講師や楽天イーグルスベースボールスクールの指導者を務めた。2015年10月13日に2016年から東北楽天ゴールデンイーグルスに軍バッテリーコーチに就任することが発表された。2018年10月5日に来期の契約をしないことを通知された。11月6日、 ベースボールチャレンジリーグのシナノグランセローズ監督に就任することが発表された。シナノでは就任初年度となる2019年に前期と後期を連覇した。温厚な人柄であり、オリックスでは一郎と仲が良かった。一郎がメジャー移籍を果たした後も、自治自主トレを一緒に行い、一郎の心許せる数少ないプロ野球関係者である。ありがとうございます。